チャオ、あっちゃんです。今日12月の7日木曜日、あっちゃんちの晩ご飯、ちょっとね、夕方からね、急に出会うことができて、ご飯作られへんかったよ。で、もう帰りにね、セブンで買ってきたん。子供ちゃんはね、何やったっけな、なんか唐揚げみたいな弁当を買ってきて、であっちゃんはね、雑穀米のしらす午前、380円。これ買ってきました。はい。では、食べてみたいと思います。開けられへん。猿かよ。なんやろ、雑穀米のしらすかけのご飯と、なんやろこれ肉団子みたいなのと、なんか揚げ物みたいなのと卵。こんなちっちゃいお弁当です。では、いただきます。子供ちゃんでもさっき食べとってんけど、ちょっと帰ってきてからいろいろやっとって。雑穀米。香りはね、普通の白米で、ちょっとなんかほんのりなんか、白米じゃない香りがするんだけど。いただきます。雑穀のプチプチ感が。美味しいよ。雑穀米食べる？いや。いや。お腹いっぱいや。お腹いっぱいか。美味しい。美味しいよ。なくない？なんか美味しい。提供ちゃうやん。買っていいね。コンビニ提供してくれへんよ。さすがにコンビニは提供してくれへんね。栗栗違う違う、ちょっとした家電とかな、なんだろうな、栗だけどちょっとした家電だ、これはほんと今でも使わせてもらってます。はい、ありがとうございます。外とかはさほど寒い。寒いな。うちの家寒いねんて。意味わからん。日当たり悪い。南側やばいもん。これおいしい。薄い肉のとんかつ。ミルフィーユとんかつ。勉強しかないやん。勉強したらいいやん。多すぎは受験生やん。宿題いいようにプラスアルファじゃん。多すぎんだよ。間違いくれてんやろ。遅れた間違いよ。さっきしといて冬休み中にすぐやったらさっきしといて冬休みの全部使う映画の中で、毎日3ページしろって。さっきしちゃ終わらへんねん。さっきしといたやん。そうですね。うん、さっきしといた後楽やん。めんどくさいやん。学校残ってきたやん。めんどくさいね。残れんの間が。残ったやん。めんどかった。残っとってやん。残ってない。あ、そっか。あ、寄り道をしたんか。ついでにボールペンの新買おうかなと思って。新じゃないの？ピンク。持ったないの？あれ、赤で写したから。見ないで。ないんか。またこうこうとや。あ、本屋にこうとやったやろ？売ってたんだけどな、なくなっとってないんだからコンビニぐらいに商品消えてくんだよな。POS だったね。よく売れるやつは勝手に教えてくるやつやん。ピッてバーコードに込んだら後ろの方のパソコンで「これ買われた」って言って。発注勝手にかけんねやろ。ポスレジやろ。売れへんやつは単純になくなんねん。そのコンビニからなくなってほしくない商品はめっちゃ買わない。めっちゃ買わないからね。誰も死のゴミ袋ここで買わへんだ。そこのコンビニだけ死のゴミ袋なくなるからめっちゃ不便。それはさすがにないなんか機械って言ってる時代で古くない？機械が古い時代なんですよ。だから来年あれかな、ローソンが無人化するらしいよ。気持ち悪いね。この辺はないだろう。まだ知らん。テストでどっか、まあ、多分東海だ、東京とかだけちゃうかな。無事になったな。気持ち悪いやん。鍵かかってんの。鍵かかってんの。携帯かざしたら扉開くらしいじゃん。でもさ、言うけどさ、もし開けた瞬間にさ、カゴ持って走って出たらさ、ちょっと出る。出られるけどかまるやん。大体カメラついてるやん。そんなカメラついてんやったらその機能いらんくね？いや、思うけどいらんやん。つける必要がないと思うね。気遣いのつける必要なくねってないの。結局お面かぶっていたいね。捕まるね。なんでスマホかざさな無理なの？スマホ持ってへん人がおるやん。分からへん。スマホでお金払う。スマホのお財布携帯でお金払う。住めへんやん。そこで違うコンビニ行ったやん。違うコンビニも住めへんやん。なんかその無人化計画が始まっててなるちゃんやん。手にチップ入れたやん。なんで手にチップやん。頭回せんじゃんか。なんで手にチップ早すぎんのかな。言うとったやん。早すぎんだよ。早すぎるって。早すぎるんだよ。もうでも生まれたらみんな入れられる。生まれて入れられたらさ、赤ちゃんの時に入れたんだから、コータンチップやなんか。5万円のちっちゃいようなチップやな。できるんじゃんな。もう今めっちゃちっちゃかったやん。でかいやん。1.5センチくらいやん。あれからすぐちっちゃなね。小型化は得意やから日本。だから作るの外国で作るやろ。それを小型化するのが日本や。日本は新たに作れん。小型化が得意やね。1本変わってないやんまだ。分からんけどなんか変わってるやろ。じゃあなんであのガツはさまだ広がってへんだけだよ。ほんまに絶対いらんわ。あんなふっとい駐車すんねんだよ。それも金かかんねやろ。いやいや、その分の金いらんわ。例えばタダちゃう、タダでしてくれるやろ。気持ち悪いな。うん、クレジットカードタダで持てるのと一緒で人間管理できんねんもん。キモいやん、気持ち悪い。管理しなくていいで、もうそんなん言うたら火星にすんの。火星すまへん、ツッキーやで。ツッキーあるやん、チューブキやな。何？チューブキやな。火星もやで、火星もキやなんで。あれ宇宙服キャンデーのは地下に住んでるからやん。黒の、うん、だからそんな話はまたおいおいに、あっちゃんの都市伝説話宇宙編でやりたいと思います。面白い話はいろいろね最近あって、ちょっとその話を取りかけとってんけど出ていかないことできたんで、途中で取るのやめた。960やねんな。低いな。都市伝説も取ります。人間のカエル45年。はい、ということで今日のあっちゃんの晩ご飯、コンビニ弁当食べながら、量とちょっといろいろ喋っとったからね、普通に食べちゃったよみたいな動画だったけどもね、こんな感じで晩ご飯食べました。また一緒に食べてくれてありがとうねっていう感じでね、こんな感じであっちゃんと一緒に食べてくれたら嬉しいです。はい、一緒になんか食べたよって感じになってくれたら嬉しいなと思って。で今日はセブンの雑穀米お弁当380円を食べてみました。美味しかったです。雑穀米ね、いいね。あっちゃんもおうちのお米を雑穀米に使用しようと思いながらなかなかねできへんだけど、また雑穀米の方もしていきたいなと思うんだけどね、結構ねこういうプチプチ系のが入ってたりとか麦とか入ってたりするの好きやね、ある意味ね。だからまたそれをやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。今日のあっちゃんは頂点抜きコンビニ弁当でした。でもコンビニ弁当美味しかったよ、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯良かったよっていう人は高評価を、コンビニ弁当あっちゃんと一緒に食べてみたいなっていう人はチャンネル登録してください。この辺にあるんで。ではまたね、バイバイ。